こんばんは、作曲家の和田孝美でございます。今日はですね、こちらなんですよ。イヤーファン、エアープロ4というのを取り上げるんですけれども、これ今調べたら結構話題になってて、中国のメーカーですね。イヤーファン、ハイレゾにも対応したワイヤレスノイズキャンセリング付きのイヤホンですね。もう機能がめちゃくちゃついてて、音質もいいって噂になってて、で価格が、定価で9900円なのかな。で今クーポンとか使うともっと安くなったりするので、完全に1万切る価格帯でノイズキャンセリングのイヤホンということで、かなり話題になってるらしいんですよ。まあ、このメーカーさんの方からお話しいただいて、この製品ご提供いただけるってことで、ちょっと気になったので試してみようと思って、今回 PR 動画として受けることにしました。まず正直なところをお話ししようと思うんですけれども、私は中国のメーカーすごいなって思ってて、 DJI とか、先日も取り上げたイヤホンの QGC とかもそうですけど、もう本当に技術はすごいなと思ってて、こういうの欲しかったなっていうものをどんどん作ってくれるんで、私はすごい期待してるんですけど、すごく心理的なハードルが高いというか、正直やっぱ怖いんですよ、買うのが。だからやっぱり中国系のメーカーの今課題は多分そこなんだと思うんですよね。販売経路がちゃんとしてる、大手のところでちゃんと取り扱ってるとか、壊れた時もちゃんと対応してくれるとか、まあ、あとはなんか情報抜かれんじゃないかとか、そういうなんかいろんな不安要素がありすぎて、そのメーカーが悪くなくてもそういうのがまず最初にハードル高くなって入ってしまうということで、そこがクリアできればもう本当に中国のメーカー今すごいので、これからも結構期待してるんですよね。というわけで今回イヤーファン、エアプロ4、最初お話しいただいた時やっぱどうかなって思ってたんですよ。で使ってみた感想なんですけど、これもう本当に開いてここにボタンがありまして、ボタンを押すと Bluetooth のペアリングのスタンバイモードになって、これで、iPhone も MacBook Pro も両方ともすぐにシンクできて、すぐに使えました。もう本当に接続は簡単で、音質の方もですね、どうかなって思いながら聞いたんですけど、すごい思いのほかちゃんとしてましたね。まず一番最初に思うのが低音がすごい、なんでこんな鳴るんだろうっていうぐらい鳴るんですよ。でそれも多分オーディオファン的にはこんぐらい出てるのはすごくいいんじゃないかと思います。映画とか見たりとか、まあ、そういう点ではすごくいいと思うんですけど、まあ、私の個人的な意見で言うと、これも正直に言うと、もうちょい抑えてもいいかなっていう感じですね。これはもうチューニングの問題、低音が出てるから声域が聞き取りにくいとかボヤボヤしちゃってるとかっていうレベルではないので、単純にチューニングの問題なんですけど、もうちょっと抑えてるといいなっていうのが正直な感想です。で声域もすごく耳に優しい感じで非常に聞きやすい。でもじゃあアタックがはっきり出るかって言ったら、まあそこはちょっと緩い感じにも聞こえるかなっていうところですね。でもトータルで言ったらすごくバランスはいいですね。まあ、低音に関しては AirPods Pro よりも全然下は聞こえるって感じですね。ちょっと本当わかんないんですけど、 50Hz 以下とかが聞こえてくる感じがするんですよね。だから聞こえてるような気がするだけなのかもしれないし、実際そのぐらいもカバーしてるのかわかんないんですけど、とにかくすごい下が鳴ってました。なので音のチェック、私の仕事柄だと音源のチェックする時とかは全然使えるなっていうレベルでしたね。まあ、とにかく中国製の製品って価格が安いっていうのが一番やっぱりメリットじゃないですか。高いものだったらいくらでもあるし、中国メーカーがこう頑張ってるのは安いんだけど、もうこんだけ機能ありますよっていうところだと思うんですよね。でやっぱりこういうのだったらいいのにみたいな細かいところを実現してるっていうところだと思うので、これがだから1万円でこのぐらいのクオリティ出てるっていうのは、まあかなり頑張ってるんじゃないかなと思いますよね。ちなみに Bluetooth の感度というか、今マシンルームに MacBook Pro があって、これつけて、今 Spotify の音を流して、で今外まで出たんですけど、外でも一応聞こえるぐらいちゃんと通信はできてたので、距離は結構大丈夫ですね。あとはさすがに音楽制作でリアルタイムでこう演奏したりっていう時はちょっとレイテンシーがやっぱりBluetooth の限界ですかね。まだまあここはまだまだこれからの進化を楽しみということで、今現状ではちょっとリアルタイムで弾くのは難しい。まあこれはしょうがないですね、 Bluetooth なんで。一応ゲームモードっていうのがあって、 50ms のレイテンシーでゲームにも対応してるって書いてあるんですけど、ゲームだとゲームはどうなんですかね。 Bluetooth つなぐと遅延補正でなるんですかね。ちょっとその辺どうなってるのか分かんないんですけど、
まあ、あとはやっぱり最大52時間再生っていうのは、まあ、この充電器込みで52時間までってことで、まあ、単独のイヤホンだけだと11時間って書いてありますね。ノイズキャンセリングのクオリティなんですけど、まあ、AirPods Pro に比べるとちょっとやっぱり甘いかなっていう感じはしますが、まあ、ただ、ちゃんと耳にこうすっぽり入った状態ちゃんと装着されていれば、まあ、割と、そこそこちゃんとしてるなっていう、もうそこそこちゃんとしてるなっていう基準で見ちゃって本当申し訳ないんですけど、あんまり期待してなかった分、あ、なんか意外とちゃんとしてるなみたいな感じがしちゃって、まあ、だからやっぱりこの価格でこれぐらいのことができてしまうっていうのはもう何ですか、一番最低ラインのところをこう一本こう軸通してくれたんで、他のメーカーの、まあ、競合の刺激にはなっていいなと思いますよね。これぐらいできちゃったら他のメーカーもっと頑張んないとってなっちゃいますからね。あとはちょっと Mac とか iPhone では検証できないんですけど、ロスレス、これ LDAC っていうこの Bluetooth でロスレスで聞くっていうのができるんですよ。でこれ Android とか他の対応しているものであればそれができるということなんですけど、まあ、ちょっとこれは私の持っているものでは検証できなかったので、ただ普通に圧縮の音源で聞いてもそこそこいい音で鳴ってるんで、まあ、これがさらにいい音で鳴るんだったら素晴らしいなとは思いますよね。まあ、ちょっと作りとかも、まあ、そんな高級感はないんですが、本当必要十分っていう感じですよね。このイヤーチップもすごい薄くてもうちょっとしっかりめなやつになってたらいいなっていう希望はありますが、本当に必要十分ですね。まあ、この価格ではなかなか文句は言えないですよね。まあ、充電器もこのスポット磁石で入るんで扱いやすくなってます。 AirPods Pro と似たような感じですね。充電は USB-C ですね。もうこれはもう当たり前になってますけど、まあ、USB-C じゃないともう今やっていけないですよ本当に。私充電器全部 USB-C だし、 USB-C ケーブルもうめちゃくちゃ買ってるんで、死ぬほど買ってるんで、これはありがたいですね。はい、というわけでこの今回イヤーファンの AirPro 4、まあ、ちょっとご提供いただいたんで紹介させていただいておりますけれども、メーカーさんにはですね、この中国メーカーのこのハードルの高さを解消することに尽力した方がいいんじゃないかっていう思うんですよね私は。で消費者側としてはやっぱこれ買う経路ですよね。Amazon とかでも買えるし、安全だって分かってるところから買えればいいんですけど、やっぱりよく分かんないお店とかでよく分かんない経路から買うのって怖いじゃないですか。だからそこだけやっぱり注意しなきゃいけないなとは思うんですよね。というわけで、今後もですね、こういったハイクオリティなもので安く出てくると本当に他のメーカーにも刺激になりますんで、こうどんどん業界全体のクオリティが上がってったらいいなと思っております。それでは今日もご視聴ありがとうございました。